さん、こんにちは。3月16日のマーケットトゥデイをお送りいたします。本日はアメリカ株について投資調査部の森川がお送りいたします。本日はこの順番でお話しさせていただきます。まず15日のアメリカ株式市場についてです。2ページ目に参ります。原油価格の続落、予想以下のインフレ指標が交換され反発しました。エネルギーが下落した一方、 IT や一般消費財、通信サービスといった成長株に買い戻しが入りました。ただし年初来では大幅に下落しておりますし、過去52週の終わり値ベースの高値と比べますとナスダックはほぼ弱気相場、 SP500 は調整局面にあります。3ページ目参ります。昨今の株価低迷の主な背景は、ロシアとウクライナの紛争、またこの紛争による物価上昇圧力のさらなる高まりが挙げられます。こちらは過去約5年間の原油価格と CRB 指数の動きを示したものです。 CRB 指数の中にはですね、原油などエネルギー関連が多く含まれてまして、その高騰、あとは他にも金属、農作物の価格の急伸なんかも反映しておりまして、最近は上昇基調となっています。4ページ目移ります。こちらは過去約5年間の前年同月比の CPI、これを線グラフ、内容を棒グラフで示したものになります。直近となる今年の2月は CPI がプラス 7.9%、コア CPI も 6.4% とともに約40年ぶりの高い伸びとなっています。今後もしばらくはガソリンをはじめとするエネルギー、食品、こういったものを中心に上昇が続くとみられます。日本時間で明朝を明らかになる FOMC での利上げ幅については、2月の初旬にはですね 0.5 ポイントとの見方が多かったのですが、最近は経済への影響を考慮し 0.25 ポイントにとどまるという見方が大半だと思います。一方で最近は景気回復を示す指標が多く出ておりまして、いずれにしても金利は上昇すると思われます。ロシア、ウクライナの問題もあって、しばらくは成長株を中心に厳しい時期が続くのではないでしょうか。5ページ目に移ります。こちらはですね、ロシアのプーチン大統領がウクライナへ派兵を命令した2月21日以来の SP500 のセクター別パフォーマンスを示したものです。最近は対ロシア制裁を背景に原油価格が高騰したためエネルギーセクターが上昇、またロシアなど欧州のエクスポージャーが低い公共、不動産といったところもプラスを維持しています。一方で一般消費財や金融、ハイテクなどが下落しているという状況です。6ページ目に移ります。こちらはロシアなど欧州の売上高比率が高めな主なアメリカ企業をセクター別に示したものになります。一般消費財ではカルバンクラインやトミーヒルフィガーで知られる PVH コープ、あとはクルーズのカーニバル、IT ではデジタルトランスフォーメーションを強みとする EPAM システムズ、国際送金サービスのウエスタンユニオンといった企業が下げを牽引していますが、これらはどれもですね、ロシアなどを含む欧州の売上高比率が高めの企業です。またディフェンシブながら生活必需品も下落していますけれども、その重しとなっているのはこのフィリップ・モリス、化粧品のエスティローダー、お菓子のモンデリーズといった、やはりこちらもロシアなんとか欧州比率の高い銘柄になりますね。他にはですね、アップル、セールスフォース、メタ、アルファベットが気になるところですが、ブルームバーグによるとその比率およそ 17-20% のレンジになっています。今週はまたロシアが中国に軍事支援を要請したことが明らかになったことや、中国の方で新型コロナ感染の再拡大で、ロックダウンになった都市もあるということで、アップル、ナイキといった、中国へのエクスポージャーが高めの銘柄にとって重しとなっています。今日はですね、原油価格の続落やインフレ指数の伸びが予想以下だったことから株価は反発したんですが、今後もしばらくは先行き不透明な状況が続くということだと思います。7ページ目に参ります。
ただしですね、アメリカの景況というのは今のところそれほど悪くはありません。こちらは昨年の年初来の雇用統計を示したものですが、直近となる2月の非農業部門雇用者数、赤い棒グラフですね。こちらは市場予想を大幅に上回りましたし、その前2ヶ月間の数字も上方修正されました。また平均時給、これは青い線グラフですけども、こちらも、ほぼ横ばいとなってインフレ圧力の落ち着きを示したということですね。8ページ目に参ります。小売上高ですね、回復基調にあります。こちらは2019年以来の数字を示したものなんですけれども、コロナ禍で大きく変動した時期を経てですね、安定を取り戻しています。直近となる今年1月の小売上高、無店舗や自動車を中心に回復しておりまして、前月比で 3.8% 増、市場予想を大幅に上回りました。今日ですね、また発表になりますね、2月の数字が。それでですね、あと、今日はですね、複数の航空会社が、トラベル需要が予想以上のペースで回復していると、いったことも好材料だと思います。9ページ目に参ります。 GDP 成長率も同様に安定を取り戻しています。直近となる第4四半期、は前期比で 7% 増だったですね。今年の第1四半期は若干、前期比ということなので伸びが減速するというふうには見られますけども、第2四半期以降は安定成長が予想されています。現状ではですね、公共、不動産、あとはエネルギー、防衛、農業、こんなところが比較的安全な投資先ということだと思うんですが、それ以外でも長期的な投資先として注目したいということで、今日はテスラとアマゾンを挙げたいと思います。10ページ目に参ります。まずテスラですね。最近はですね、原油価格の高騰で電気自動車へのシフトがさらに加速するという見方もありまして、同業の中でも優位性を維持できる可能性は高いと見られます。世界的な半導体不足、サプライチェーンの混乱などにもかかわらずですね、生産台数、納車台数ともに過去最高を更新し続けているんですけども、これどうしてなのかということなんですが、業界でですね、入手困難な半導体を避けて、代替品を利用しておるということですね。数週間でソフトウェアを書き換えることで対処できているというようなことだそうです。迅速にこれだけ対応できる企業体質というのが今後も強みになると期待されますし、近い将来ドイツ工場が生産を開始する可能性があることも好材料だと考えます。11ページ目に参ります。アマゾンですね。こちらですね、昨年の年末商戦、ネット通販が全般的にされなかったということで、やはりアマゾンの方でもオンラインストアの方が、小幅ながら減収になっちゃったというようなこともあって、売上高は予想を下回っちゃったんですけども、利益は予想以上を、達成しています。最近はですね、アメリカの新型コロナの新規感染者が激減していることもあって、やはりこのあたりのネット通販の動きというのは冴えないんです。ただですね、実店舗よりも安価で商品を提供できるネット通販市場、これがですね、ここから縮小の一途をたどるとは考えにくいことや、市場での競争力のアマゾン自体の強さ、こういったものが株価の支援材料になるという可能性は大いにあるのではないでしょうか。最近はですね、1対20の株式分割、最大100億ドルの自社株買い計画を発表した割にはですね、株価さえないんですね。これも長期で考えれば魅力的なレベルかもしれません。分割調整後の取引は6月6日に開始の予定です。12ページでに参ります。今後1週間のイベントですが、明日の FOMC、 小売上高などに注目です。最後13ページ目です。決算発表予定はこちらになります。本日のマーケットトゥデイ以上です。ありがとうございました。